岳台自然観察教育林の入り口まで来ました。もののけブナですね、まあ、樹齢は350年ぐらいかなって私見てるんですけどね。でも当時はもう少し上の方まで土があったような感じは受けるんですけどね。あと雨に流されて、そして根っこと岩が露出して今のこのもののけの本当すごい雰囲気のブナに成長したかなと思います。なかなかこういうブナないですね。森のありがたさ、強さ、素晴らしい知恵も含めて本当にありがたいなと思っていつも森を歩いています。それと生き物ですからいろんなあの性格あるんですね。見てると一生懸命お互い協力し合って生きてきたなと感じますので、そういった目に見えない感性みたいなものを白神から感じていただければいいかなと思います。